はい、こんばんは。皆さん、いかがお過ごしでしょうかもしかしたら、もしかすると、3連休の方も結構いらっしゃるかもしれないですね。9月は、今年の9月は、なんと3連休なるものが2回もあるわけです。それも連続してあるわけですね。小生、私は相変わらず3連休、2連続の3連休ですね。というか、休みはないわけですね。 えっと、まあ、そんなのどうでもいいですね。安いとだっていうのはね。ええー、あれなんだこれよくわからないけど。録画されてるんですかねこれね。録画されてると信じて、ただ、あじゃあこの内容で、えー、この画面で喋ります。ひたすら喋ります、えー。今回の内容はですね、えー、っと、あの、 えー、一応、バイオマスセミナー、このおー u のおー t トリームの発信している内容はあ、バイオマスセミナーということで、銘、え、打、ーえー、っているわけなんですけど今回はですね、なんと、バイオマスセミナーですね、ハテナをつけました、ハテナ。というのがですね、えー、最近あるところでやったんですけど、何をやったかというと、おプレゼンテーションなるものをやったんですが、えー あのあああののじゃなくてですね、あるプロジェクトに申請して、それで、あのあのじゃないですね、あの、そのあの、ああつまのていうんだろなプレゼンテーションやったんですけど、このプレゼンテーションのあるものがですね、なかなかあれですね、緊張して、声がわずってしまったっていうのは実際あってですね、やはりこの、 あれですね、えー、プレゼンについてはあ、えー、私はあ能力がないというのは、うん、分かっているわけです。十分に分かってるわけなんですけどあ。より人前で話すのとなと、なかなかあれですね。えー、普段の力、ふ、まあ、普段の力もないんでしょうけど、えー、普段の力を発揮することがます。 できずに終わるような傾向にあると、またしてもですよ、またしても確信したわけでございます。ぶつけ本番でやっ,ったわけでも何でもないんですけど、それでもですね、やはり、まあ、プレゼンの後の質疑応答でもしどろもどろどころかあ、口ごもってしまって、ね、無口になってしまったとっいうのもあったとっいうのはですね、自分なりに大いに反省するべきだなというふうに思っています。ただ、このプレゼンのなるものはやはりですね、 バカズを踏まないといけないですね。つくづく思います、最近。えーえー、今年は9月、今年は9月じゃなくて、今月は9月なんですけど、来月に、えー、プレゼンが2回あります。で、えー、その次の月、10月でしょ、10月2回あって、予定では10月2回ですね。で、えー、このプロジェクトがうまくいけば11月にもう1回あるということなんですね。で、えー でですね、今日早速申し込む、また申し込んだんですけど、これにより、多分、ん、まあ、認められればですけど、認められれば、また2月、来年の2月にプレゼンをしなくちゃいけないということなんですが、その前にですね、その前に、えー、っと、他にもやはりプレゼンの機会がある。そうするとですね、年に何回も、やはり1年で換算すると、何度もあることになるわけですね、計算して、指折り数えていくとですね、指折り数えていくと。やはりそうするとですね、 このプレゼンというのはこれからも切っては切り離せない切っては切り離せない、えーまあ、自社製品の自己 PR でもあるわけですからこの切っては切り離せないというこのプレゼンはですね今後もですね えー、大いに力を発揮しないといけないというふうに思わしらですね、えー。ところが、やはり、このー、離れをしていない、えー、練習不足というのがあるので、今後はなんとかですね、練習を重ね、えー、その上でまた離れをする、離れをするというのは要するに、バ、え、カ、ー、を踏むということですね、結局はね。どんどんバカを踏むように、また努力しないといけないな、つくづく思うわけです。ただ、このプレゼンの内容ですね、内容。内容もまたその場所によって異なるわけですね。ある場所ではこう言って、ある場所ではいい AA って何言ってたある場所では A という説明をしてある場所では B という説明それは内容は全く同じであってもです、ね、対象者によってその内容は異なるという当然であってその聴取する方わざわざ見て聞いていただける方に合わせて当然ながらその内容の説明は変わっていくわけですねそうなるとですねすく,ずく思うんですけど いろんな角度から見た内容をです、ね、常に用意しておかなくちゃいけない。常に考えておかなくちゃいけないということですね。えー、例えば、相手が技術にとても詳しい方、あるいは全くわからない方、あるいは何考えているかわからないような方、あるいはとても優秀な方々、あるいは人間じゃない方々、あるいは宇宙人の方々に向かってもですね、どんな機会、どんな場合、 tpo であってもですね、やはりその場に合わせたああえプレゼンが必要だとつくづく思う次第でございます。そう話しているうちになんと5分もかかってしまいましたあ。あそれではですね、今日はね、なんとここでプレゼンを行います。プレゼンするには通常はですね、パワーポイント等の資料をお見せしながら説明をするわけですけど、今回はなんと、今回は何もなしで説明してみます。説明するんですが、この内容はですね、後で自分自身がなんと、自分自身に確認してですね、 えー、いい悪いを判断しようと思っているだけであったですそういう面ではです、ね、皆さんにご迷惑を受けるかもしれないから、あ別にご覧いただかなくてもいいという話になっていくんですけれども、ぜひともご覧いただきたいという思いもあるわけですね。実は自己宣伝、自社繊維の宣伝でもあるわけですね。なぜ自社繊維の宣伝であるかということを申しますと、これは高、えー、水分率、水分量を奪います。廃棄物を 利活,用するか利活用するという考えなんですけど、利活用するにあたって、化石資源、化石燃料、石油燃料の代わりに使おうという、そういう発想のもとにおいて、このシステムを開発し、作り上げ、そして提供しようとしているわけですね。それに伴って、いろんな販売活動しなくちゃいけない、PR 活動しなくちゃいけないんですけど、その一環として今回のこの PR なるものをさせていただこうというふうに思っているわけでございます。 そういうことです。バイマス、有機廃棄物。つまり、高水分率、水分量が多いと、今まではバイマス、あるいは有機廃棄物というのは処理が非常に困難でした。えー、バイマスと言われるもの、どういうものがあるかというと、例えばですね、もともと元を倒せば自然ということから成り立っている、この資源ですね、あくまでも資源なんですが、家畜排泄物、あるいはですね、下水汚泥、あるいは食品廃棄物。 これらは廃棄物,物系のバイオマスと言われています。あるいはほとんど利用されていないリンチ残材等の未利用バイオマス。他に資源作物等があるんですけど、現在のところバイオマスというと、やはりこの廃棄物系バイオマスと未利用バイオマス大きな、大きくこの2種類に分類することができるというふうに思います。で中でもこの バイアマスっていうのはですね実際のところ利活用すべきであるそれはなぜかというといろいろ内容がありますね地球温暖化とか石油枯渇とかあるいは地域産業の発展あるいは農業農林水産業の発展のために必要だといろいろ言われてますけども実際はですね この手前どもが、あ説明するにあたっては、やはりこれは、企業の利益にならないと買ってくれないわけですね。いくらこの地球環境にいいて言ったところで、企業としては、これを導入する企業としてはですね、やはり自分のところの利益にならないと、これを導入する意味は全くないわけですね。 その辺が、ですね、やはりこの環境機械というのは重要になるところであって、えー、なぜかというと、ですね、企業側としてはあ生産ラインと全く関係ない、逆にこの環境という分野に関しては、お金をかけたくない分野なんですね、お金をかけたくない分野。そのお金をかけたくない分野にさらに負担を増やす、お利益が出てこないとなれば、ですね、やはり企業側としては導入を断念するどころかですね、検討もしない、要するに考えもある。 しない橋に棒にも引っかからないわけですね。そのためには、やはり地球環境を守りながら、工業工場内の利益を稼ぐ、会社の利益を稼ぐというものでないと、やはりこの通りの意味は全く見えないということになってしまいます。で、このバイオマスというのもそうで、実際のところ、これ利活用することによって、何も利益が生まれなければ、誰も利活用しないわけですね。ところが、このシステム、実のところですね、利益を生むことができます。 ただこのバイオマスというのはなぜ利活用されないかというのはその利益という話もあるんですけど、えーふろえー、広く薄く、えー、点在しているあるいはですねかさばる保存性が低い。 と問題があるんですが、最も大きな要因最も大きな問題は、ですね降水分率、水分量が多いということが言えると思います。この水分量が多いことがためにですね工場内で利用できず、利活用できずにです結局は産廃となっている。あるいは産廃で引き取ったこの工場、産廃工場では大量のですよ大量の化石燃料を使って石油燃料を使って燃やしているというのが実際ですね。そのために、そのこの降水分率。 高水分ですね本来であれば、高水分率であっても、まず乾燥ですね、水分量を減らして燃焼を燃やせば、ですね燃料として使えるわけです、燃料として。ところが、この乾燥と燃焼に問題があると。まず、この乾燥と燃焼ですね、まず乾燥について言えばですね、この水分量多い、場合は水分量多いためにですね、 ひっつくんですね、えー。機械内部にひっつく、あるいは付着する。そうすると、例えば乾燥機に入れたとしても、結局のところ詰まってしまって出てこなくなる。そういう現象がよく起きます。えー、あるいは、ですね、この燃料として使う場合は、ね、燃料として使う場合は、ですねあの、高温、高い温度の乾燥はだめなんですよ。なぜかというと、低温乾燥、低い温度で乾燥でないと、原料の中に含まれる燃えるための成分、有機分がですね、えー、飛んでいってしまう。 要するに揮発してしまうわけですね。そういう意味では低温乾燥が必要なんですが、低温乾燥だと、なおさら高温乾燥に比べると、ひっつく、ひっつく、付着しやすいという問題があるわけですね。それと燃焼ですね、燃やすということ。これについて言えば、ね、何でも燃える燃焼器、バーナーがありません。というか、今までありませんでした。例えば雪、雪オデイをです、ね、乾燥させると粉状になります。この粉状のものをですね、石油燃料を使わずに、それ自体が燃える、燃焼器、それ自体が燃えるということですね。燃えるというのは。 燃焼機がなかったんですね。えー、それでこの乾燥と燃焼の問題を解決したのが手前のシステム、燃料化システムなんですね。つまり、降水分率のものも確実に燃料ができるというシステムなんですね。それもバイオマス、湯引き廃棄物、今まで従来使われなかった。廃棄されてた、あるいは石油燃料を燃やしてた。そのもの自体が燃料として使えるというシステムなんですね。でな,ぜなぜこの乾燥と燃焼を解決したかというと、それはまず乾燥機、ひっつかない乾燥機を開発した。 あるいは燃焼燃焼は何でも燃やせる、えー、バーナー燃焼器を開発したというところに尽きるわけなんですよ。ただこの燃焼器はですねあのバーナーは特にあの焼却炉と間違えられます。焼却炉。焼却炉と全然違います。焼却炉とは何かと申しますと石油燃料を使って対象物があります。その対象物を燃やすというのはあくまで目的なんですね。 で焼却炉で熱利用する場合は、その排熱ですね。排熱を利用する、その結果として排熱を利用することが、その焼却炉という装置なんですよ。お説明すると、おえー、まずう対象物として、廃棄物あるいはゴミなんかがありますね。それを石油燃料、例えば石油、永住油、灯油を使って燃やすわけですね。これが焼却炉、燃やすのが目的ですね。えー、ところがですね。 燃焼器、バーナーですバーナー。これは対象物はありません。対象物ありません。つまり、これは燃料を燃やして熱を利用する。燃料を燃やして熱を利用する。これが燃焼器なんですね。対象物もなければ石油燃料もいらない。これが燃焼器。よく間違われるんですけど、この燃焼器、従来はですね、あの飛行士、燃料を載せる台、燃料を置く受け台というのもありました。 ところが新しく開発されたあの、えー、バーナー燃焼器を、ね、飛行士がないということですね。えー、飛行士、燃料,を置く代燃料の受け台があるがためにです、ね、空気が均等に,原料に対して燃料に対していかない。均等に行かないためにです、ね、燃えない部分が出てくる。つまり不完全燃焼という現象が起きるわけですね。えー、飛行士がある,あるがために不完全燃焼が起きる、えー。それを解決したのが新しいバーナー燃焼器。 手前のものシステムの燃焼器と言われるわけですね。この乾燥とです、ね、燃焼という問題を解決した、そのことにより、この本システム、燃料化システム、化石燃料の代替燃料システム、成り立って、それを大いに PR させていただいているのが現状です。このシステムを導入することにより、大きな2つのメリットが出てきます。大きな2つのメリット。まず第一要するに従来工場外、工場の外に出していた、工場の外に出していたものがそのまま 水分量が多いままです、ね、多いままこのシステムにまず投入ができると。投入できて乾燥機、まず乾燥させるんですが、この乾燥機、えー、付着しない。それも低温乾燥は大丈夫だ。低い温度の乾燥で付着しないと。で乾燥されて燃焼機、バーナーに運ばれるんですが、バーナーは何でも燃やすことができると。燃やすことができて、そしてこれを熱変換、ボイラーで熱変換し、えー、温水とか蒸気を発生させます。温水とか蒸気。えー で、この乾燥には熱源が必要ですけど、このシステム内の排熱を使うと。排熱を使うというのが大きなポイントなんですけど、これはシステムを一体化させたがために、この排熱を使うことができる。例えばですね、乾燥機と燃焼機、別個でもいいんですよ。別個でもいい。ところが、この乾燥機に対しての熱は、他から持ってくる必要があるんですね。ところが、この一体化させることによって、他かから持ってくることなく、そのボイラーの排熱はそのまま持ってくるということで可能になったということです。 で,すね、で、この2つの大きなメリットっていうのを事前に申し上げましたけど、これ一体何かということですね。何かと言いますと、まず産廃費用の削減、産廃費用の削減、削減なぜかというと、従来は外に出していたものをこのシステムに入れるわけですね。えー、そうすることによって、まず産廃費用の削減、次に何ができるかというと、このシステムで温水蒸気が発生させます、温水蒸気。 えー、ということは従来、この温水蒸気を化石燃料、石油燃料等を使って発生させて,、えー、させていました。ところが、このシステムで発生させるもの、そのまま使えるわけですね。そうすると何ができるかというと、化石燃料使用量の削減、つまり化石燃料コストの削減ができるわけですね。この大きな2つのメリットというのは、要するに、産廃費用と化石燃料の削減、2つの大きなあ効果、メリットが出てくるわけなんですよ。 そうすることによって従来利活用が難しかったあ困難であったこの高水分率水分量が多いバイマスあるいは有機廃棄物を工場内で使いそしてメリット産廃費用と化石燃料のコスト削減ができるようになったということなんですねこのコストメリットが出てくるがためにこのシステムを導入しても全く問題ない 問題ないことこですね、えー、むしろ長年使っていると利益が出てきます。なぜ利益が出てくるかというと、産廃費を削減して産廃料を払わなくていい、あるいは石油燃料の高騰ですね、今後も上がるだろうというふうに予想されてますけど、石油燃料の高騰、要するに化石燃料で払わなくていいと、その分の利益、この2つの利益が稼ぐことができて、結局はです、ね、このシステムというのは利益を稼ぐ品物に変わると。 いうことが言えるわけですね。それに何よりも何が言えるかというと地球環境に貢献できる環境のいいことを実際はやっているわけですね。廃棄物、従来は捨ててたものあるいは利活用されてないものをそれを利活用するとそのことによって地球環境を守る。なぜ地球環境を守るかというと資源リサイクルですね。資源リサイクル。捨てるんじゃないですね。資源リサイクル。 あるいは CO2 の削減。CO2 の削減についていろいろ議論がありますけど、地球環境を守るには CO2 削減。にも貢献ができる。ということが言えるわけですね。あと言えることはですね、工場内、会社の立場としてば利益を稼いだ上に社外的にもアピールができる。CSR、アピールができるわけですね。あるいは ISO、IOSO の改善項目と言いますか、今後やることに、 入れるるるこことととがでででききいう、そうそうわけですね。次世代といいますか今後の世代子供の世代にわたっても環境についてはですねずっと自然というのはずっと永遠に大事なものであってですね壊すことはできないわけですね。 そういう意味合いにおいては、やはりこのシステムが少しでも役に立てれば、そういった意味での地球環境を守るということでの意味合いもあるわけであって、そういう意味では、ぜひ人もですねこの環境を守るということと、工場内のメリット、会社の利益を稼ぐメリットがあるということで、ぜひともですねこのご導入をご検討いただきたいという,う次第でございます。 はい、これでプレゼン、今回のプレゼンテーションの内容なんですが、お分かりいただけましたでしょうか私はこの内容をですね、後でよく吟味しながら、さらなる良いプレゼンテーションができるように、力を蓄えたいと、蓄えたいと言いますか、存分に力を発揮しようというふうな思い次第です。あとは練習、プレゼンは本当に練習、練習ですね。あと、場数を踏むということでしょうか、えー、そういうことです。今日は皆さんどうもありがとうございました。 お付き合いいただきありがとうございましたって言いますか。まあ視,視聴者数はなんと、なんとですよ。なんと何人と思いますか。相変わらず0人なんですね。ありがとうございます。それでは皆さんさようなら。またお会いしましょう。さような,なら。さよなら、さよなら、さよなら。さよなら、さよなら。グッバイとシェイシェイ。ザイチェーン。